入口側神戸市立三影公会堂は、兵庫県神戸市東灘区三影市町4丁目4番、石屋川の東側、国道2号の北側にあるにある歴史的建造物。国の登録有形文化財に登録されている。集会施設として利用されるほか、施設内にある三影公会堂食堂は、建設当時から営業している、老舗の養殖店として知られる。 三影町時代、この建物は三影町公会堂として建設された。設計は清水栄治が手がけた。白鶴酒造の加能自閉により、1929年2月26日に15万円、1932年5月1日に2万円、1933年4月1日に3万円の、 計20万円の寄付と、その利子29,365円49銭、長筆見立て金及びその利子1万554円6銭、一般長費496円32銭の計24万414円87銭で、もって建設費、設備費、雑費が賄われた。敷地は、石あざさみや二番地の十二の四十五坪六号6尺の、 土地で、1932年6月15日に、大林組の請負いで着工し、翌年5月20日竣工5月25日落成式。6月14日、使用条例を定める。草の根頼りに堤防を這いずり登る。登ってみると、三陰第一第二国民学校三陰公開堂がこっちへ歩いてきたみたいに近く見え、酒蔵も、 兵隊のいたバラックも、さらに消防署松林すべてうせて、阪神電車の土手がすぐそこ、国道に、電車三台つながって往生しとるし、上り坂のまま焼け跡は、六甲山のふもとまで続くように見え、その果ては煙にかすむ、野坂昭行、蛍の墓、主人公聖太が、石屋川から見た6月3日の空襲後の焦度溶かした。 三影の町1945年3度にわたる神戸大空襲により三影の町は小土と化し、公会堂も被災した。1947年に園舎を全焼していた三影幼稚園がここで再開される。合併当時の教諭だった内海織は公会堂の被災状況をこう語っている。公会堂の外側だけがやっと残ってたという感じで内部は ガランドのようでした。部屋も1階の3部屋だけが残ってましたね。大ホールの方も全部焼けてしまって、入り口のロビーのところだけが残っていましたね。新園舎は1951年3月18日の卒園式に間に合うように完成した。終戦後、三影町には自力で修復するだけの財力がなく、三影町の神戸市との合併後に市によって、修繕、改修を受け、 1953年4月から使用を再開した。大ホールは約1000人が収容でき、神戸市最大の集会施設であった。1957年11月から結婚式場を設置し、低廉な経費で結婚式を行っている。最盛期には年間1100件の挙式があったが、 各所に結婚式場が増えたため減少。それでも1975年には約400組が挙式を行っていたが、1983年に閉鎖された。また、1974年夏からは冷房施設も整備された。あとに、神戸国際会館、神戸市立中央体育館。 神戸文化ホールなどのより大型の施設が建設され、利用者は減少した。建築後60年が経過して老朽化が進み、神戸市は、公会堂を大改修して、柔道の伝道、可能記念館とする計画を立案し、1995年、元日付の神戸新聞に大きく掲載された。耐震性の問題から、正面玄関部分のみを残し、北側を壊して、 新しく建て替えるものであった。しかし、その半月後に、阪神大震災が発生した。周囲の建築物の多くが、全半壊した中、公会道はほとんど被害がなく、地震直後から約一年にわたり多くの被災者の避難場所として活用された。可能記念館構想はいつしか立ち消えとなった。 そして震災から21年経った2016年4月より、老朽化に対する修繕及びバリアフリー対応を、目的として15億9700万円を投入して、建物外観のほとんどをそのままに、リニューアル工事が行われ、翌2017年4月10日にリニューアルオープンした。地下には、三陰郷土資料室。 加納寺五郎記念コーナーが設けられ、加納寺五郎が検証されている。2013年度の道古門も、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選出されている。以下は、見陰け調子に書かれた、建設当時の情報である。金星式鉄筋コンクリート3階建て1棟309坪2号5尺、その他低、娯楽室。 土台の別母合計978.34坪、文化遺産オンライン神戸市の文化財建造物の登録平成30年3月9日、文化審議会審議、議決に基づく神戸市の方、イデーライフサウンドスケープオブブラジリアンスイングフィーチャリング、オレンジペコブックレットより、同、谷拓2000、東名拓25年による数値、 東名田歴史散歩では550名収容とある、ABC 東名田区役所1976、三陰公会堂の改修工事について神戸市、三陰公会堂公式サイトの三陰郷土資料室、加納時頃を記念コーナーページ2013年度、ドうコモーも、ジャパン選定作品ドうコモーもジャパン。ありがとうございます。